言ってたのよ。何言ってるの？もうそろそろ1の D の番だから、私たちももうすぐよ。何言ってるの？こんな大変な時に。朝っぱらから神岡君の冗談なんかに付き合ってる暇はないわ。でも、どうやるの？今ここでやろうと思ってできるものなの？もし催眠術みたいなものだったら、相手を信用していないとかからないんじゃないの？本当かしら？信じられないわ。大丈夫です。心配いりません。麻生さん、超常現象を信じますか？突然何よ！何言ってるの！？考えて。私の質問に答えて。そんなもの信じないわよ！麻生さんは感情を制御できますか？何よ、私が感情的だって言うの？あなたは神岡さんのこと好き？1年前の出来事を覚えていますか？覚えていないわ。あなたは星原ゆいという人間をどう思っています？星原さんも神岡君もわからない！落ち着いてください。何？何なのこれ？気持ちを楽にして。
ごめんなさい、麻生さん。私は1年前のあなたの親友だった星原ゆりではないのです。安らぎを得ることはできませんでした。私は彼女の魂を別の世界へ送りました。そんな勝手に！なんてことを！ユリを返して！彼女の心は絶望で締め付けられ崩壊寸前でした。何らかの処置を取らなければなりませんでした。心に勝手に入り込んで記憶や思い出を操作するなんてひどい！どういうつもりなの？ごめんなさい。全部私が引き起こしたことです。本当にごめんなさい。神岡さんは力のせいで操られていただけです。責任はありません。分かってるわよ。そんなこと分かっているわ。ユリはその世界で幸せに暮らしてるのかな。もちろんこの世界とはかなり違いますが、豊かで平和な場所です。きっと幸せになっていると思います。星原さん、ごめんなさい。冷静になるべきね。すぐには信じられないことを聞かされて取り乱しちゃった。でも大丈夫よ。私ではありません。神岡さんの力か七角ペンダントを通じて引き起こされた現象だと思います。待ってよ、神岡くんの力って何？その前に、そもそも星原さんの力って何なの？私が元いた世界では、誰もが種族に応じて力を持っていました。この世界でも素質がある人がたまにいるらしいのです。主に言葉を媒介にして意味や情報を送受信するのが私の力ですが、神岡さんの力は未知のものです。星原さんの力は記憶や感情や意識、つまり脳をコントロールできるってことなんでしょ？そう思ってもらっていいです。だったら神岡くんの中にいる犯人の人格を封印してしまえばいいじゃない。
じゃあ真犯人は星原さんみたいに向こうの世界の人間ってことなの？それだけではありません。違うわ、神岡さん騙されないで。別人よ。神岡さん信じないで、騙されちゃダメ。違う、あなたは神岡さんじゃない。星原さん、どういうことなの？私を信じて。復活の儀式のために魂を買っているのはあなたじゃない。この前は失敗したから、今度こそって考えてるの？召喚のスペルはもう一人の神岡さんに詠唱させるのかしら？それとも第二の霧城さんと言った方がいい？ちょっとは驚いた。やってみなければわからない。いえ、やってみせる。そんな、嘘、こんなに強い波動なんて。それはトリスメギストス、あなたじゃない。
浅葉麻生さんもこの世界で暮らす普通の人なのよ。なぜこんなひどいこと。私もあなたを倒したらこの世界の人間に。どういうことなの？